勝利を目の前にした幸運に満ちた日に乾杯。もうすぐ正式な評決ね。全面勝利だわ。チアーズ。チアーズ。平和が我らと共にありますように。盛り上がってますね。え、レディー Z？ えやを間違えたのかしら。ここにはデタラメを言うようなメンバーはいないはずだけど。何かね、わざわざ委員が訪問するほどとは。バーナード、少し話をしたいのです。今何時だ？ふん、午後3時だな。まだ酔ってしまうような時間帯じゃないはずだが、もう一度さっきのセリフを言ってくれるかね。私の票が欲しいのか。正確には提携関係を築きたいのです。ほう、ほほう、クリエイティブな発想だ。君に何が提供できる？次回はこんな愚かな法案を支持しないなどだろうか。それとも我が党のために新たなアルカニストを募集してくれるのか。シカゴ駐在所調査案件の承認を提供するとかどうでしょう。どの承認だ。名前を教えてくれ。提携してくれるなら、もしくはもっと親切な態度を取ってくれたら考えてみましょう。申し訳なかった。かつては違う理念に仕えてきたものだから、態度に先入観が出てしまった。だが謎などばかりをしていてはお互いの真意が見えなくなってしまう。そうだろ。部下が一人証人になりたいと申し出ています。彼女の報告書にはあなたの立場を証明できる内容があります。あの輩の過失は証明できるか。断定はできません。検察官次第です。ですがあなたが個人的な利益で他人を陥れていないことは証明できます。どうやら君にもさえずりの小鳥がいるようだ。あそこの管理は腐敗してる。あいつらは人間のためともアルカニストのためとも思ってない。単なる金の亡者だ。あそこの秩序を整えたい。ための証拠はたくさん集めた。だがおかしなことに、私が最高裁判所に徹底調査を提起した次の週、それらの証拠が消えた。私の部下は廃棄物ステーションでそれらの焦げくずを見つけた。何者かによって高温シュレッダーに投げ込まれたのだ。まるで降参する以外の道がないようだった。乗りかかった船、お察しします。だが君が要求している対価は高価すぎる。11人。私たちは真逆の陣営だ。全員を説得して君に票を入れるのは無理がある。それに裁判は正式評決よりも後だ。荷受けしてから支払うつもりか。
我々の証人が出廷してから投票してくださればそれで。どうするつもりだね。私の身分を使ってできるだけのことをします。氷結はすぐには始まりません。9票もしくは10票だ。君の政治的手腕に対する称賛だ。シカゴ駐在所の再建に期待しています、バーナード。